www.videonews.com。こんにちは、今週の N コメはですね、ちょっと久しぶりですよね、ミキさんね、出ていただくとね。そうですね、はい。しばらくちょっと夏でご無沙汰してたんですけども、はい、実はあの例 の、 あの、まあ、日米合同委員会、あれですね、あの、日米地位協定の運用を話し合う、まあ、あの外務省とあの入産のホテルで交互に行われているという、はい、あの秘密会議ですけどもね、はい、でまあ、要するにそれは議事録が出てこないという、ことなんだけど、前回の三木さんに出てきた時もそれに関して情報公開請求をされたと、はい、されていたと、はい、で実はその裁判で、まあ、ちょっと面白いって言ったらちょっと申し訳ないんだけどまあひどいっていうか面白いっていうかですね、はい、ちょっと展開が今週あったので、あの早速三木さんに来ていただいてお話を、していただこうと思うんですが、ちょっと一番最初にあの前回見てない方のために、まずこの訴訟について最初に簡単にそもそものこの情報公開請求について、はい、あの教えてください、はいはい、あの日米合同委員会の第1回というのが1960年に開かれているんですけれども、その第1回の、会合でですね、日米双方の合意がない限り、まあ、会議の内容については公表しないという取り決めをしたというふうにされているんですね。で、日米合同委員会に関してはこの間情報公開請求しても不開示、それから不服申し立てとかで争っても不開示ということで、全く情報が情報公開制度では出てこないという状況が続いていて、でそれの大きな論拠の一つがその第1回の合意っていうことで、ずっと非公開が維持されてきているという経緯があるんですね。で、私たちが情報公開請求したのは第1回の議事録全部ではなくて、そのどういう合意を公表しないということについてしたのかという、そこの部分だけを特定して情報公開請求をしたんですね。で、まあ、そうしましたら全部不開示ということになってしまいまして、でそれで、やはりそれはおかしいということで、情報公開訴訟を始めたというのが経緯ですね。そうですね、要するに非開示としている根拠となっている合意部分だけでも、つまり内容じゃ出せないのはまあ百歩譲って分かったけど、じゃあ出せないって言っていることが両国で合意したからだって言うなら、その合意している分だけ、ね、だから別に自主的な外交文書っても中身の話じゃないですよね、はい、枠組みを決めた部分ですよね。それを見せろって言ってもそれも見せられないと、なぜならば出さないって約束したからだ。そうですね、信頼関係に関わると、約束をしたのに出すと信頼関係に関わるとっていう話ですね、はい、いうことですね、うん、はい、だからまあ出さないという根拠も出せないというのが前回の話だったんだけど、はい、それが今回、9月13日ですね、今週ですね、東京地裁でこの、まあ裁判のですね、口頭弁論があったと。でそこでまあ三木さん側がある文書を出されたんだけど、そのちょっと内容がどういうことだったのか、じゃあ教えてください、はい、そうですね、少し話が戻るんですけれども、うん、国がですね、沖縄県に対して裁判を今しているんですね、はい、でその裁判というのが沖縄県が、北部演習場を通る県道75線というところの共同使用についてだいぶ前に申請をしていて、まあ、それが認められた時の文書っていうのを県民からの情報公開請求を受けて全部公開というふうに判断をしたんですね。でその全部公開に対して国がその公開されたら困るということで公開決定の取り消しを求める裁判というのを昨年の3月に提訴しているんですね。でまあ、そこの、国が起こした裁判の訴状に添付されていた証拠ですね、つまり自分たちの、 その公開できないという判断が正しいんだということを、主張するためについた証拠がまさに私たちが、非公開争っている文書そのものだったということが後になって分かったということで、今回ですね、私たちの裁判でもそれを証拠として出したと
というところなんですね。言葉論でね、はい、その、まあ、今の文書の話っていうのがですね、まあ、これがその、国がその沖縄県と争う時のに国側が出してきた、まあ、文書なんですね。あの、まあ、例によってですね、外交文書なので、あのこうマクロ結界、中身についてはマクロ結界なんですが、このマクロ結界の中にあってですね、一つだけ、もう本当にこれです、ここだけなんです、この重要な、ちょっとここを見ていただけますか。ここに、だからその黒の合間にこういう文言が入ってるってことなんだけど、要するにこの文書を、まあ、Both government and will not be released without mutual agreement って書いてあるように、両者の合意なくしてこの文書は、リリースですね、まあ、公開しない、ものとするという取り決めがここに F というところに入っているというのが、この真っ黒結界の、これ次のページもほとんど真っ黒結界で、名前だけ、森春樹さんという人と、ステルターさんという人の名前が出てますけど、あとはマクロ結界なので、その中にあって、まあ、このこういう、これは両者の合意なければ公開しませんという、合意があったことの証明であると言って出してきたのが、実はこの沖縄県と国の間で争った裁判の証拠であったと。で、三木さんのところで今回、この要するに日米合同委員会の、議事録を公開できない理由となっているこの部分、つまり別の裁判ではもう国が出してきて公開されているという部分ですね。そこを出せと言ったらば、まあ、情報公開法の対象ではないと。要するに開示、これ非開示でいいんですか、決定は、ね、非開示ということになったと。はい、で、問題は、まあ、そもそもすでに出ている文書で、しかも内容が外交に関わるものではなくて、外交文書だから出せませんよという合意をしている部分が出せないというのは、まあ、情報公開法の、まあ、乱用、あるいはその裁量権の乱用であると。で、ちょっと一応これだけここで説明しておきますね。まあ、この情報公開法の5条にですね、いろいろこういう場合は出さなくていいというのがいろいろ書いてるんですが、この中にまあこういう、まあ外交特権的なものですよね、国の安全が害される恐れ、それから、国際機関との信頼、あ、国もしくは他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれる恐れ、まあ、交渉上不利になる恐れがある場合は、出さなくてもいいと。だから情報、あの行政機関はこういう場合は、まあ、この条文に基づいて出さなくてもいいということになってるんだが、果たしてその合意をしました、あの出さないということを合意しましたという部分がこれに入るか入らないかというところで、まあ、三木さんのところは争っていると、そういう理解ですか。そうですね、うん、はい、これは問題、まあ、今回特にすでに出てた文書が、それでも非開示だっていうふうになってるっていうことの問題点というのは どういうことになりますか。あの、その情報公開法の安全保障に関わる非公開規定っていうのは、あの他のちょっと非公開規定と違うんですよね。と、うん、いうのは、そのこういう情報を出すことによるあの影響っていうのは高度な専門的判断が必要であると、はい、なのでそういう判断ができるのは一義的には行政機関であると。だからその行政機関の判断はあの尊重されるという、まあ、そういう、こう非公開規定なんですよね。で、前からですね、やはりこの規定っていうのはその本当に支障があるかどうかっていうことを行政機関があの、証明するというよりも支障がないことを原告側がこう証明しないとなかなか裁判に勝てないと。つまりその行政機関の側の立証責任が少し軽いんですね。で、なんですか、外交の場合に特にそうだってこと。他の条件もいろいろじゃね、その犯罪の捜査、そうですね、外交と安全保障と犯罪捜査治安維持関係ですね。そこがやっぱり一番、そこはあの高度な判断が必要である、まあ、その他にも個人情報とかそういういくつか条文があるけど、それに比べてってことですね。そうですね、あのなので少しこう、まあ、請求者側にとって非常に争いにくいっていう問題がもともとあるんですね。で、なんですけれども、もともとその高度な判断が必要であるっていうことなので、支障がないことを原告が証明するってことは、それはそのなかなか裁判所に行っても裁判所が認めるレベルまでなかなか立証しきれないっていうところは当然あるんですよね。アクセスがないのに、そうなんです、それを証明するっていうのは無理ですよね。わからないんですよ。なので結局その国側の主張が維持されてしまうと。だからその国側の判断がすごく行政としての裁量権を乱用しているとか、それから逸脱しているとしても、なかなかそこの実質について争えないっていう問題がもともとあるんですね。
で今回の裁判もやっぱり同じような構造ではあるんですね。でただし今回違うのは、国側がですね非公開を維持するために繰り返しですね第1回の日米合同委員会ではそういう合意をしていますということを繰り返し主張していろんな文書にその国側の主張として記録が残ってるんですね。だから全くわからないというよりも何が書かれているかという内容はみんな知っていると。ただ実際に議事録にどう書かれているかということになるとそれを出すと公表双方で合意をしていないので約束を破ることになると。だから信頼関係に損なうんだと。で国側の主張としてはその信頼関係を損なうか損なわないかとこの程度でも出したら信頼関係損なうか損なわないかもこれもやはり行政側の高度な判断によるものなので国はそれは、日米関係を考えると出せませんという、まあ、そういうことでずっと主張してるんですね。すると今はまあそれは日産とか隣国になって争ってるわけだけどももし裁判これからまだ裁判これから続く、まあ、今回口頭弁論だということですのでね、三木さんのところが勝つとすれば裁判所が、まあ、それくらいはやっぱ出してもいいだろうとそれ出したからといって、まあ、もうすでにそういう合意があるということを口では言ってるわけだしその部分を出したからといって何か突然それで信頼崩れるっていうのはもうちょっとまあ裁量の乱用であるっていう判断が下れば裁判所は出しなさいっていうしいやそれさえもやっぱり裁量ですよと外交でそれが出したらどういう影響が日米関係にあるかなんてことは、まあ、我々には伺い知れないということで出さなくてもよろしいってなるかっていうことが最終的なんじゃ帰結にこれ裁判としてはなるってことですか。そうですね。ただですね、うん、おそらくですね裁判所もこちらに不利な判決は書きにくくなってると思うんですよ、うん、っていうのは沖縄県で国が争っている裁判というのはあれは実は防衛省が主体なんですよね、はいはい、私が請求しているのは外務省なのでもともとちょっと行政機関が違うのでおそらくこういうことが起こっているんだろうということもちょっと推測はできるんですけども少なくとも国側は証拠で出していてでしかも民事訴訟の記録って何人でも閲覧ができるということになっていてで閲覧制限というのもできるような仕組みにはなってるんですけど、はい、弁護団の方に確認していただいたら、閲覧制限もかかってないとこれかかってない、さっき今これ見せたやつはかかってないと、はい、だから誰でも那覇地裁に行くと見れてしまう情報であると、はい、っていうことになっているのですでにもう出ていて実際に影響がないということであれば、はい裁判所もそれでも影響ありますねというのはおそらく書きにくいだろうとは思うんですよね。で国もこういう状況を受けてこの先どういうふうに裁判で争われるのかっていうのはこれは次のちょっと弁論を待ってみないとわからないというところはあります。ちょっとそのことの意味を次お伺いしたいんですけどね その前にそもそももう口頭ではそういうふうに合意してるんだって言ってそういう文書が入ってるんだっていうことなんだったらば、まあ、事実上中身リリースしちゃってるじゃないですか。その文言を出してないとか写しを出してないっていう物を出してないってだけでその中身をもう明かしちゃってるわけですよね。なのにどうしても文書の開示にはこだわる。だから情報公開っていう意味においてそういうことを認めるっていうこととそのもの実物を見せるっていうことの間にある差異っていうのはどういう意味があるんですかこれは、うん、実際に大体中身こういうものだよねっていうのが分かっていながら出てこない文書っていうのはあるのはあるんですよね。で結局その開示をするっていうことになると、例えばですねこの、資料の場合だといろんなものがこう入ってるわけですよ。その中の、一部分としてその公表しないっていう合意してるっていうことになると例えば国の発想としては今の国の主張の大きなベースにあるのは全体としてこれを情報として見ていてその部分だけ出すっていうことそのものはそもそも発想としてないっていうところがあるんですね。でなので、まあ、全体の文書としてこれは保護しなきゃいけないものなんだという発想になるとたとえ一部実質的な内容をみんな知っていたとしても出さないというような判断をこう論理としてはできてしまうというところがあるんですね。で特に公文書でこう出すとですねある種こう固定化したかなり具体的な実質的なこうものになるので口頭で説明しているとかそれからあと概要を説明するとは少し行政としては感覚が違うというのはあるんですね。
で特にその非公開の内容を含むような場合はわざとそういうのを抜いてこう概要とか丸めた形でこうやるということがあるのでおおよそは分かっていても、まあ、そういうふうにまとめ直している場合もあるということもあるので実際に該当部分出せるか出せないかっていうのはあの行政機関の側としては、どっちにでも判断できると内容によっては本当に出せない場合もあるかもしれないとこれね今の話にも関わるのかもしれないけどね、はい、さっきもお見せしたようにこれまあマクロ欠景でねほとんどマクロ欠景の中にあってこのページなんか全部黒ですここねでその中にあって、4ページ目5ページ目のところにまあこういう下りがあってここに F という、まあ、F ですね ABCDEF の F でまあそのオフィシャルミニッツは公開しないオフィシャルミニッツとするっていうちょっとなんか非常にこうあの、重複する表現で書かれてるんだけど要するに、オフィシャルミニッツ要するに要約ですよねオフィシャルミニッツは、公開をしない両者の合意がない限り公開しないミニッツであるとするっていうふうに書いてあるんだけどこの前に何が書いてあるかによっては実はそのこの部分っていうのも実際何がどこまでカバーされてるのかっていうのは必ずしも分かんないですよねこのまあ、オフィシャルミニッツっていうのはおそらくこのことを、言うんだという ここになぜかというとミニッツオブ表紙のところにねミニッツオブファーストミーティングこれ1960年の10月23日ってね書いてあるから、まあ、おそらくこの全部のことを言うんだろうとは推察はできるけれどもこんな真っ黒欠陥になってる中でここだけ、まあ、こういうのがあってだからこれは公開しないって約束してるだろうほら見ろって言われてもですねちょっとやっぱ確かに前後見ないとどういう流れでここね他の F の前に ABCDE があるわけなんだけどそれが何かっていうこともわからないっていうこともまあ、あるとは思うんですよねただやっぱり文言あの文章を出すっていうことはじゃあ結構行政にとってはただ内容を口頭で説明するよりも一段やっぱり踏み込んだことになるっていうことなんですか感覚的にはそうだと思います、うん、あの結局説明ってこう口頭だとあのそこの部分だけこう切れるわけですよね、うん、でさっきあの神保さんおっしゃった通りでこういう記録ってその流れと文脈の中でこう入っているのでそうそうそうあのまあ、どういう文脈でそれが言われているのかっていうことをあの明らかにしたくないとかってなるとやっぱり口頭でその部分だけ切り取って言った方がいいとかあのあとはだいたいですねこういう分量とかが出てくると、まあ、どれくらいのあのことを話したのかとかどれくらいの時間とかどれくらいの内容とかそういうことをあのそもそも明らかにしたくないっていうふうに嫌うということもあったりしてですね、まあ、それが妥当かどうかといえればそれはあのどうなんだろうって思うんですけれどもそういう発想になるっていうことですねあとあのこの第1回の合意の下で非公開とされている範囲っていうのは議事録そのものだけじゃなくて議事録の付属文書、うん、なのであの議事録と議事録の付属文書とあとさらにおそらく関連文書も含めてこの中に全部入ってくるそういうのが黒塗りの下にそのなんかこうリンクというか、まあ、当時はネットにリンクと言わないんでしょうけどなんかこう添付資料なんとかとか書いてある可能性があるってことねその黒塗りの下の中にでそれが別にあるっていうことですねそうですね、うん、ただここであの合意されていることっていうのはこの議事録っていうよりはこの先ずっと議事録についてはそういう扱いにしましょうっていう趣旨 の、うん、あのことだと思うんですよね、うんだからこの第1回 この合意をもって日米合同委員会全体について同じ効果をこう及ぼそうというあの内容だとは思うんですで現にそういうふうに外務省はずっと説明をしてきているので、はい、そういうことなんだと思いますじゃあ、ね、さっきとちょうど全く逆の質問なんだけど、まあ、それで仮に今回ねじゃあまあそれくらいは開示させないとまずいでしょうと、まあ、明らかにこれはもう裁量の逸脱というか乱用ですよっていうふうになった時ことはそれこそ情報公開ずっとやってこられてる三木さんにとってはどういう意味を持ちますか日米合同委員会というですね日本においてはまあ最も奥座敷と言われるような、ね、今果たしてそれくらい意味があるかどうかっていうのは実はまああれなんだけどでもまあ場所も発表されないし、本当に全てがまあベールに包まれていてねでその割には外務省と、まあ、三のホテルで交互に行われてみたいですけど、まあ、あの本当に、まあ、日本のですねもしかすると一部 あの若干あのなんていうんですかそういうのが好きな人に言わせると、まあ、そこで事実上日本の一番大事なことは全部決められてるなんてことを言う人もいるわけですよね
それについて一切非開示、だから民主主義の国なのに本当にその部分が非開示になってたけど、まあ、一部とはいえですよ、文書が出てくる可能性が、まあ、実際もう出てるんだけどね、他の裁判に出てくる可能性があると、はい、それは情報公開という意味ではどういう意味がありますか、それに勝てば。そうですね、今回の裁判を始めた理由っていうのが2つあってですね、1つがそのジモさんおっしゃったように日米合同委員会の関係の資料っていうのはその公表を予定したりとか公表のために作られたもの以外は全く出てこないんですよね。で それがそもそもおかしいということで、なんとか内容によっては部分公開できるっていうそういう判断をやっぱり作らないといけないだろうということで始めたっていうのが動機としてあるんですね。でもう一つがその先ほどの情報公開法の非公開規定の話なんですけれども、あまりにも裁量権が広すぎるんじゃないかということはもう前から言われていて、それは法律ができる時からずっと言われているんですけども、どうしてもですね安全保障とか外交に関する非公開の範囲とかってその安全保障外交に対する考え方とか価値判断みたいなものによってその裁量権妥当かどうかってい こう議論がこうなんかこうまあ行きつ戻りつしてしまうってことなんです。だから立場によってはそれ当たり前だっていうけれども、私たちみたいな立場からするとやっぱちょっと広すぎるんじゃないのと。で、まあ、そういうところでなかなかですね実際に本当に乱用的に運用しているのかっていうことがよく明確にこう示してこれなかったというところがあって、で今回の案件はどっちかといえば安全保障上の政策の中身ではないというところで、割とその非公開の規定の解釈運用としてどういうレベルで運用しているのかってことがはっきり分かるんじゃないかというところで、始めたところがあるんですね。なので、まあ、情報公開の法律の方の方について言えば、やはりそもそもの非公開規定そのものの解釈やそれから規定そのものを見直す必要があるという議論にやはりつなげないといけないというふうには思ってるんです。まあね、その外交交渉なんでね、相手もいることだし、まあ、だから相手との信頼もあるし、場合によっちゃ見せることで相手に手の内を見せて不利になるっていうようなことがあるっていう主張は分かると同時に、それを無制限で認めるとね、まあ、何でもとにかく外交だって言っちゃえばもうそれで全部非公開と、ちょっと特定秘密保護法の時にそういう話ね、要するにもう特定秘密だって言っちゃえば何が秘密かも言わなくていいみたいなことなんで、全くベールに全部包むことができるっていう話と似てるんだけど、せめてそれがその非公開と しなければいけない理由の根拠の説明責任くらいはねちょっと負わせるようにならないと、外交さえ名前がつけば、まあ、やりたい放題っていうことになりかねないし、まあこの間の別の件で三木さん出ていた時のイラク戦争のね検証の文章もね、まあ本当に申し訳ないけど検証したのかっていうようなそうです、ね、疑いたくなるようなものしか出てきてないわけですよね、本当にね。だから外交も本当に外交ちゃんとやってるのかと、それからね今面白い、まあ、これ面白がっちゃいけないのかもしれないけど、こういうことやってるとウィキリークス出てきちゃうんですよね。で隠したかった理由が恥ずかしいものだからだったりするっていうようなことがバレちゃったりするような時代になってるっていうところも含めて言うと、やっぱこの裁判ちょっと大きいですよね。せめてその一番枠組みの部分くらいは出さないといけないっていう判断が下るかどうかっていうのがね、これまでも裁判の結果をもう今のところ待つのみという感じで、例えば政府がね民主党政権の時に密約なんかで、まあ、かなり政府主導政治主導で今まで出さないものちょっと出たじゃないですか。そういう余地っていうのは、まあ、自民党政権続くうちは難しいにしても、なんかそういう裁判以外 の手立てっていうのはあり得るんですか今は。この件に関しては、まあ、なかなかないかなとは思うんですけれども、ね、ただ、どっちかというと次の弁論までに国側がどういう反応を用意するかっていうことを、まあ、今回これ出ちゃったわけだからね、はい、見るしかないかなと、はい、思ってるんですよね。結局そのまあ、ある意味今回の話っていうのはすごく国にとってはその安全保障上の支障とか外交上の支障っていうものはものすごくご都合主義的であるってことがよく分かったっていう話で、自分の裁判の主張
まあ、正当化するためにはこういうものを出してしまうけれども、一方であの情報公開を求められるとそれは出さないという意味ではあの非常にご都合主義的、まあ、だからこそやはり外交安全保障上の支障について行政機関のすごく裁量的判断が無条件無前提に認められるような制度運用はやはりそもそもおかしいというふうに、危ないということはまあ言わなきゃいけないという、まあ、そういう、 もう典型的なケースだと思いますね。はい、次 の、 あの予定とかももう決まってますか、裁判では。そうですね、11月に、うん、11月に今度国側からの反論があると。はい、そうですね、10月中かな。はい、あの、少し前に文書が出てくるので、はい、ちょっとその時にぜひまた国側の説明を、はい、あのいやだからもうここで出してるんだけど、あれはあれこれはこれだよっていうのかね、もうじゃああれもこれから非公開に手続き取りましたっていうふうに逆に言うのかねちょっと、ね、今頭抱えてるんじゃないかと思いますけど、うん、はい、あの、まあ、よく考えていただきたいと思いますね。あの一般的に言うとですね、あの負け判決を嫌うっていう傾向あるので、あの多分いろんな選択肢を検討されるんじゃないかなというふうにはなんとなく、なるほど、はい、思ってますが、はい、わかりました。あのぜひ引き続き注目していきたいと思いますので、またちょっと動きがあったらばぜひ教えてください。はい、はい、じゃあ三木さん、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。